お疲れ様です。今日は最後こちらゴブリンマシンとゴブリンの呪いやっていきます。さあこちら新カード2枚ですね、ぶっ壊ると。いうわけで大人気なカードではあるんですが、なんと緊急加砲されました。はい、まあでしょうねと、そりゃそうですよねと言ったところで、まあ登場して2日ぐらいですかね。はい、でもう加砲されちゃいました。なのでこの動画上がってる時には、まあ先日アップしてる動画の、マシンとはまたちょっと一味違った、はい、感じかなというとこですかね。で、加砲後はどんなものなのかをね、今日はやっていこうと思います。ちなみに調整内容がこんな感じですね。はい、カブトムさんがまとめてくださってます。いつもありがとうございます。見やすすぎる。まあ、右ですね。はい、左は登場する前にもう事前に加砲を受けてたみたいな感じですね。登場する前、じゃあどんだけ強えねんって話なんですけども。まあ、ゴブリンの呪いから説明すると 1.5 倍ダメージ与えれるようになってたのが、まあ、1.35 倍になったよって感じかな。まあでもそれでもちょっと強そうですけどね。で、ゴブリンマシンの方はだいぶ、もうマイナスマイナスマイナスですね。単純にダメージが、全てにおいて下がるし、タワーに対してのダメージも半分になるんでだいぶ下がるね。うん、でこれ偉いって偉いし、もう最初からこれで登場してこいよっていう話ではあるが、でロケットのね撃つ頻度も、少しだけね遅くなったよって感じですね。ってことで、早速ね触っていこうと思います。マジで強かったかな。さすがに、まあ、加砲内容結構でかいんで、ゴブリンマシンゴブリンマシン呪文呪文ゴブリンマシンゴブリンマシンみたいな、ふざけた戦術ではだいぶ勝てなくなってたらいいなと思います。まあでも勝てないんじゃないかなっていう、なんだろう、それしかいない環境ではなくなりそうじゃないかな。さすがに多少環境は変わると思います。てかまあ普通のデッキも見かけられるといいなと、はい、思いますが、なんか匂いは同じだな、今んとこね。ローキュのダメージ落ちたんで、簡単にタワーが落ちなくはなるよね。ありがとう言われてるやん、しっかり。俺今相手に4アドあげたわ。2アドからの2アド。えぐい。でもなんか、ミニピア美味しい。さあ、このローキュのダメージが単純に前よりね、落ちてます。え、ペッカ強そう。え、てか相手あるやん。何ブラスター、お、出た、ゴブリン、アンゴブリンどっか行った。でもあ、でもこのタワーへのダメージも、まあ、ロケのダメージが落ちたかつ半分なんで、前これで1200入ってたっすよ、冷静に。そう考えたらグロいか。だって今の攻めでね300近くしか入ってないわけですから、1200はさすがに入んねえよな。さすがにね。まあ正しい加砲内容ではあるな。いやー、ほんと前の状況だったらここで形組んだらもう勝てるぐらいな気はしたが、どうなんだ。まあ一旦組むか。一旦バランスを狭いとやることは同じで、で、あとはもう呪文打って、まあ祈る。ここも、同じね。まあでもゴブリンの呪文に関してはめっちゃ強い気がするんだよ。どうだろう。待って、あれが強い、ブラスターが一発は撃ってるよ。まあ、撃てないんだ、痛えなそれ。まあ遅れてペッカでもいいな。なんか許容できるようになったな、ダメージこれ。ロケの前回これ許せなかったもんな。ギリ耐えてはいる。でゴブリンになる。うー、まあ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 みたいな感じ。いやでも俺のタワーもさ、これ前回だったら落ちてたわけで、なんか意外と普通だな。なんか普通だな、なんか特別強くも弱くもないっていう、なんか逆にリアクション取りにくいみたいなカードじゃない。
ペッカ。いや、このゴブリンの呪文はでも絶対強いな。どう考えても普通に 1.35 倍、まあ 1.3 倍 1.4 倍ダメージ入る。意味わかんねえもんな。全然そこは納得いかねえよな。なんかレイジーいらないというか、今後上位互換な。なんかこっち危ない匂いはするけどね。まだまだ今のゴブリンマシン使った感じはどうだろうな。まだまだ使えるかと言われると、なんか引きこもりテスラとかの方がまだ強そうな感じもあるな。守れそう、頑張れば守れそう。てか全然止まるか、このロケでね。撃たれるペースが遅くなってんのもいいな。え、全然いいな。やべ、待って、そんなことある、やばすぎんこれ。やっちった俺。これ本当にごめんなさい。ごめんなさい、そういうこともある。いや、デモみたいなのがない。レイジュって、おりゃおりゃおりゃでゴブリンになる。ダメージも入るもんな。いや、まあゴブリンマシンまでも強えかこれ。意外とどうなんだろう、相手もゴブリンマシンだからさ、分かんねえよな。その普通のさ、枯渇デッキとかホグデッキとやんねえとさ、わかんねえが、まあ戦えるよな。オワコンカードではないで、いいのか悪いのかはさておき、まあなんか中の芸か。強い側に入るのか怪しいな。いや絶対このゴブリンの呪いの方が強いっていう。いや絶対このゴブリンの呪いが悪いんだよな。いやでもこのミサイルガスで見て、いやでも200ダメなんだよ、ちょうどいい。マルチとかだったらこれが300ぐらい入るんだろうな。いやもう一発、いやー強い強いが、あとちょっとはこれで終わらしに行こう。やば。いや終わってはいるか、まだどうだろうな。まあタワーに対しては明らかに弱くなったっすね。そのユニットに対しての防衛は、まあ、結局ゴブリンの呪いとの相性がいいから、こいつが強いからゴブリンマシンもまだ巻いてる感があるかもな。これがなければ、なんかゴブリンマシン単体で見ると正直そんなな気もするが、呪いが、あーマジボイド多いな、やだな。どうせミラーもあるでしょうからね。よいしょ。おー、いやまあまあまだね、みんな下方を知らない可能性もあるからな。ゆっくり行くか。いやロケモンに打ってくんねえかな、さすがに届かねえか。あー届かねえか。アイゴルいたよ。呪ってくれよ。その誘導強くね、ダガーとの組み合わせ。いや今までだったらこれもっと入ってたけどな。いやハイスピードすぎるな。いやでも優秀。いやでも単純になんかステータスが優秀か。ね、なんかまあ盾役にもなるし、後衛としても活躍できるし、さっきみたいなロケ砲処理とかもできるし、
普通に性能としてまだまだ優秀ではあるよな。いや進化助か、いやこれもミサイルでぶっぱできねえかな。いやこれマジミサイルであのロケ砲やれたらな、もっと楽なんだけど。アイゴレ誘導あんのやだな。いやでもマジこれが強いぞ明らかに。キング起動やだな。いやいいだがナイス。ダイゴレ誘導か。まあでももう一回おかわりするよ。であのロケコをねミサイルでマジ破壊してくれたら天国で終わるが、そんな都合よくもいかない。いや環境変わってんのかなこれ。やばい普通になんか劇的負けをしそう。なんかロケコにロケコに普通に負けそうなだけっていう。このおー、え、すごい見てこれ、オシャンティー防衛すぎん相手の。これロケ砲でも落とせそう。あれでいやーなんか事故んねえかな。なんか全体的に弱くなったけど弱くなったけどって感じだよな。環境が別に変わってるかと言われたらそんなこともないし。よいしょ、あと970を削るのがさ結構大変なんだよな。いやでも意外といい。なんだこれ。ちょっと弱くなったロボゲーをしてる。ロボが全体的に弱くなっただけっていう。このいじこそ、いや来たミサイルでっけいやまあまあまあ、これを他の普通のテンプレデッキ相手だとどうなるかって話なんだよな。いやー意外と強いな。もっと終わってると思ってましたわ。なんかうん、まだペッカに明らかに弱くなったな。突破しにくくなってると思う。なんか美味しいな。これもさマシンつけてさ呪文打ってさグッドゲームとかないかな。まあこの辺だよな基本。え見て珍しいおるよ、ミサイル打って、それ結構でかい。うえミサイル打って、ふう。いや今までだとまあ危ねえ、禁忌しなくてよかった、もっと入ってはいたよねっていう。やっぱ最強を知ってるからな。え、僕感じてしまうけど。全然強いんだよな。え、ペッカやん。相手。ペッカ工場のゴブリンマシン、ダイナマイトゴブリン型ね。めっちゃゴブゴブしてんな。めんどくさい。端前止めようかな、これ。これ撃ったらめっちゃ強いよ。だってペッカ溶けるの 1.35 倍やで。え結構いいカウンターになんねえかな。でもあの子がね受けとしてちょっと強いんだよ。君なんか強くない。影に隠れてるキャラ、トリトンもいんのか一発で。いやーまあまあまあエリポンで流れを引き寄せたいな。ポイズン打ってくんねえかな。
ねえのかな。あ、ボイドなの。いや、渋。まあ、エリポン、もう一個あるよ。もう一個ボイドは来ないね。いいね。え怪しい。いや、これまあ呪文強いよ。でも本気で、アイス飛べ。いや、飛ばないんだ。いや、まあ削れてはいるが、怖いカウンターも来てる。ミサイル？ロケットじゃなくてミサイルって言ってるもんな俺。おい、いや、これマジ強い。いや、このゴブリンの呪文が、わー、いい受けやな。明らかに強いと思っています。で、ボイドあったわ。やべ。ボイド覚えらんないよ。さあ、ペッカ対決。もうほぼペッカが強いだけ。ペッカとゴブリンの呪いが強いだけ。マシンも強いけど。いや、解けんの早っ。やっぱそれ。え、待って、あいつがやばい範囲だからさ。え、あいつがやばい話ある。お願い。お願い、なんとかなって。もうぐっちゃぐちゃで悪かい。止まんないよね。危ねえ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 。いや、これはわかりました。バランス調整後、緊急下方後、ゴブリンの呪いです。はい、こいつこいつぶっ壊れですわ。下方されたされたらしいけど、まあ、ゴブリンマシンはなんか意外と頑張れそう。ロケットの威力がそんな大したことないんで、前と比べたら本当にね、結構許容とかもできるし、まあ、強い。まあ全然まだ強いけどな。超流行るかは難しいな、うん、まあでもそのゴブリンの呪いが強すぎて使われそうっていう感じだな。ゴブリンの呪いとのこの組み合わせが強すぎる。これがやばい。単純にそれ以外は別にそんな大したことない。いや、そこゴブリンの呪いがマジでバグってるわ。一発で欲しい。まずい。だいぶ、いやー、まずい。エリポンが先に置かれる、これやばいよね。ゴブリンの呪いと、まあ、もう一枚のダイナマイトゴブリンもちょっと強いんだよな。4コスで陸受けもできて、マジまずすぎる展開が。いや、マジでやばい。手札サイクルですやんこれ。俺にエリポンがなかっただけやんっていう話なんだよな、正直。そいつだけ縛いたら何でもいい。いやー、許す。オッケー。まあ一旦チャラにはなった。で、こっからはまあ2倍タイム入ってくれるんで、そのコストと、まあ、呪いとで守りたいな。レイジ来てからスケ、あー、偉いな。テッカーもシーバー、これさ、でも相手止められんのかな。止まんない説ない。
いやでゴブリンになったらまずいよな。どんどんゴブリンになって、いやまあタワーをちょっとは削ってくれるんで、削ってくんね、あいつ。オッケーオッケーオッケー。でゴブリンになって、君もいやゴブリンになる、いやいいね。いやでも俺のユニットもゴブリンになるのめんどすぎるこれ。なんか複雑だなマジ、呪いが。いや相手偉いな、エリポンちゃんと置いてるわ。呪いを打つの大事な気がする。マジやばいこれカオスすぎではあるが、ダメージは勝ってます。なんならノーダメ。呪いね、やばマジやばい。何がどうなってんのか本当に分かりづらいが、なんかいえあげるのもいいんじゃないこれ、結構いるよだって。よし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 いや何一つ変わってはないが、なんかキングいけるほどの破壊力はないな。だって昨日とかも気づいたらもうサンクラウンみたいな、相手のタワー半壊、キング半壊まで行くみたいな感じではあったもんな。まあけども呪いとの相性が良さすぎて、まだ前そうだけど、一旦ねなんかゴブリンマシンだけの環境が終わってくれたらいいけどなっていう。ギリ終わりそう、ギリ、まあ、前ほどじゃねえな、ただただの強キャラだな。うん、普通な、普通に強いキャラなだけ。ぶっ壊れかのラインはまあ難しいが、やや壊れ寄りか。いやー痛え痛えいやこれマジでご了したいな、これで。やっばちょ待って、これ俺のペッカが呪いかけられたらさマジずい。いやーなんか呪い下手すぎたなでもなんか相手エリポン壊せそうにないんで、そういう部分では勝てそう。てかダガーでロケホー完封できなくなってるやん、今できなかったよな、エイムが悪かっただけ。いや多分できないな、よいしょ。これでさダガー環境も、まあ、もしかしたら終わる、まあ、解放されたんで、まあ、全然強いけど、もしかしたらダガー環境も終わる、かつね、新カードダイナマイトゴブリンぐらいが暴れてくれる。まあでも呪いが強すぎるか、ちょっと環境はまあ変わってくれそうな気はするけどね。まあ呪いが強そうすぎるのは間違いない。飛んでけミサイル、いけいけ食っちまえよ。あれさマジ呪いレースでさぶっ倒そうぞやばいやばい、ごめん、待ってこれで全部ゴブリン、熱い、いけ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 、ミサイルモード、やばいやばいやばい、スキが来た、熱い、それあるんじゃねこれいや呪いで勝ってる、正直呪い以外何もしないもん。
いやペッカ呪いに当たってねえのまず、これまずいね。いやでも言うてろうか、俺ダメージ入れたくないの。いやむずい、まずいな流れが。なんかいやマジで呪いが強すぎてゴブリンマシンちょっと浮いてんな。え、あいつなんで生きてんの。いやマジやばい、花火入ってる頑張れ頑張れペッカと呪いやばい。40秒耐えれば勝ちだって。俺の負け筋は何これ。この削りで俺負けんのかな。さすがによ、ね、レイジレイジやばい。呪い一応タワー削れるもんな。あ、ロケット行ってろ。オッケー。いやーいやー、ロケがでもちょっと弱いな。弱いのかどうかももうわかんない。麻痺したここ数日のマシンが壊れすぎて感覚麻痺しててわかんねえ、これが強いのか弱いのかも弱く感じるけどな。お、ナイトだって。ちょっと珍しくない。え、ノースキルマスター昨日か一昨日当たんなかった。やった気がするんだけどえ、こんなんも形組んでさ、知らんけどさ勝てんじゃね。あ、でもロッケのダメージ落ちてるからってことか。そういうことか。でもこれが強くね。 1.35 倍よ、だって。おーおーおお、いいね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 。あーあー、結構削んね。いいね。単発攻撃ちょっと火力高いの良くねえよな。で相手ペッカもいんの。ペッカもないともいいんだ。忙しいデッキだな。蓋して。よしよしよし。まあ悪くはないでしょうと。まあでも呪いがあるからあのフェニックスとかもゴリゴリ突破できるわけなんですよね。普通に空に攻撃できないんで、まあ、ロケ以外全ての元凶は実はこのニコス呪文だった説がねあるよね。だいぶ濃いめに。わあこれ悩ましいな。まあ、防衛の顔しよう。いやーこのロケでねペッカ結構削れてたんだよな前まで。ザップ強えな。いやーでもこれロケのダメージ入るよえ、まずいか。でもフェニックスとかいうキャラが普通に、なんか全然守れそうだな、でも。呪いで耐えれてはいる。そろそろ怖いな。なんか隠してそうじゃない ?1 枚か2枚。ただのナイトペッカなんてことあるのかな。え?
怖いよな。やべえ。でもこれを守れるのがこのニコス呪文の多分いいとこですね。 1.35 倍だね。あ、フェニーにも。え、M 悪っ。ちょっと待って、ちょっと待ってくれ。普通にほらもうダガーが2回目打つまでが速くなってるのが救い。いいね、全然勝てそう。ザップ、うわーそれ強い。いやミサイルいいね。いやミサイルいいな。意外と、いやでもこのフェニックスとかを今まではボコせてたって思うとやっぱ物足りない感もあるよね。なんかまずいんかな、ずっとするやん。相手のデッキ弱くね。相手のデッキが弱いのかさ、それともさゴブリンマシンが解放されたから弱く感じるのかな、相手の攻めが。そういうことかな。なんかそんな圧を感じねえわ前ほどの。いいよ攻めちゃおうかな。いいね、噛み合ったら怖いけどな、守るだけでは。さあという感じで、ロケット気持ちいい。なんかまあ相手にしててあれだな、ペッカがいれば余裕で戦えて、前まではペッカがボコスカとかされてたんですけどそれもないからなんか結構楽に勝てるっすね。全然相手にしててなんかうわ気づいたらタワー落ちてるがなくなったわ、ありがてえ。マジで気づいたらあれなんか突破されてる、タワー2本なくなってるだったかな昨日まで。いやそれがなくなってるだけでもだいぶでかい。 あいつの方が強い絶対、この子ね。でちゃんとここを守れればいい話なんだよね。いやまずペッカいるだけで止まるんで、そこまで今までよりも脅威、今までほどの脅威はないかもな。いやいいアイスピすぎる、ペッカラム。ペッカ帰りのまあゴブリンマシンとかだったら輝けるんじゃないのかな的なね。よいしょ。呪いであんたら全員ゴブリンにしてやる。え、あーでも俺も呪い受けてんだ。いやーでもロケット、いやーなんかあんま入ってないって感じちゃうな、贅沢か。もっと欲しく思えてはしまうが、ペッカね。いやーまあでもこうなったらペッカ使っとけばいいだけなんでね、簡単に対策はできるよね。守れそう。いやまし呪いだな、これもう一段階下方しなきゃいけないってさ、普通に 1.2 倍ぐらいでいいんじゃない。なんでちょっとひよって 1.35 倍にしたんや。もっとやってよかったぞ。いやーマジこれエリポンゲーか。え、まずいこれ。いやちったか。いや進化アイスピという神のカードがあります、俺には。で呪いもあります。え、これやばい。やばすぎるこれ。エリポンなんてものもおかわり。絶望だろうな、いてこれ。
どうやって守るんだろう。ふふふ、突破すんだら相手から。低め合い好きね、ちゃんと。ふふふ。一発ぐらいくれてやるよって話だよな。守れんなんなら守ってみてくれよっていう話だよ。いや、もうゴブリンなんだがまずいか。やばすぎる。全然変わってないか、絵面は。ゴブリンになって。あー強いね、ピューンって。まあ今までよりはチンパンではなくなったな。それに関してはほんとよかったわ。まあ2日だけなんか壊れイベントみたいな、まあ、お祭り的な感じでね、おもろかったな。2日だけってもう事前に言ってくれればいいのね。本気で運営がなんかこういうカード出したんかとね、思っちゃうよね。え。本気だったんだろうけど。いや、エリポン置こうぜ。ボイドだけやめてください。いいね。いやーでも痛えなーこれでさ。600ぐらい入っちゃうんか。そう考えたら強い。あ、うまい、それ。おお、いい。あ、でもあれか、ブラスターなのやばいな。ブラスターちょっとなえるな、ペッカ。ゴブリンにして。え、ゴブリンは一発強ー。え、てかさっきとなんか似たようなデッキ来たか、これ。ペッカラム、もしかして流行り。ペッカラムゴブリンマシンが流行りな感じですか、これ。でもアイスピーペッカで止まっちゃうけど。LSP。 やば、うまくね、これ。てかサンドイッチ、あ、終わった。俺のうまくねが。あ、待って、ナイスロ、それナイス背中ロケットじゃない、今の。危ねえ、そういう活躍もできんだね、ゴブリンマシン。また来るかな。進化アイスピー、もしかして強い説ある。いやー、これあれがやばいな、ブラスターが。ブラスター、ブラスターか。ブラスターじゃなければね、多分余裕なんだろうけど。でも相手あの弱体化の呪文持ってないよ。いやー、その範囲攻撃強っ。いやー、意外と止まっちまう。てか弱体化の呪文持ってたわ今。まあ一回これね、ちゃんと組んでくるんね。まあ守ればいいんで、俺もペッカ3体ぐらい出そうぜこれ。ペッカペッカ防衛しよう。あいつ強い、さっきから。呪文のやつ、いけ。こんなんボッコボコやない、ペッカ 1.35 倍よ。いや、止まんねえよな。あー、ええやん、ええやん。よし、呪いとこうなったらエリポンもなんか強いしみたいなね。いいの、安定して勝てるようになった。前より事故は減りましたね。前ほどの本当理不尽さはね、
ちょっと落ち着いたよね。まあでも強いよな。全然強いんだよな。まあ1ヶ月もしないうちにゴブリンの呪いが解放されるんじゃないかなと、はい、私は予想しておきますよ。ウェリポーン。あれも結局さ、ゴブリンマシンのロケットとゴブリンの呪いとかでさ、しばけそうじゃない？無理なのかな。なんかボイドやん。ペッカか、ペッカしかいねえやん、マシンのせいで。え、めんどい、めんどすぎるそれ。居抜け痛い。いやこれはね、男の気用です。ボイドもいたんでね。でここでマシンと呪いレイジアイスピースケバでもなんなら行きたいかもな。遅め追加で行けたらしばけんじゃないかなと思います。今の許容したんでね。ちょっと呪い早かったな。でも呪いでゴブリンになってるんで、うおい、いやこれ止まんないでしょ。いや相手はね、うまかった、マジうまかったけど、あのただそれよりも俺がうまかっただけっていうね。あのマジアチャイネキといい、うまかったが、おお、いやロケット気持ちいい。ピューンっつって、うまかったんだけどな、ごめんね。諦めきた、ペッカ抜きがなかった。さあおじいじいですね。まあまあまあ、俺があのこの新カードじゃない側をやってないんであんま分かんないんですけど、その対ゴブリンマシンに対しての正解のデッキ的なのは、まあ見る感じもペッカー使っとけば安牌かなっていう感じではあるですね。まあでも本当あのイカレ、過去一のイカレから落ち着いたと思うんで、まあ無理してねゴブリンマシン手に入れなくてもなんとかなりそうな気はしてます。はい、まあゴブリンの呪いはもう圧倒的壊れだと思います。はい、2コスでダメージも与えれてゴブリンになって、まあ陸系にもできるし 1.35 倍の、はい、謎ダメアップもあるんで、こいつは、今育てたいっすね。はい、皆さんこのカードを今すぐカンストさせましょう。